こんにちは、ヨガ講師のタカです。古代からヨガ行者たちはたった一人で森の中で毎日毎日何年も何年もひたすら瞑想を続けていました。するとある時突然条件が整った時に本当に一瞬でこの全宇宙のありとあらゆる知識を知ることができたと言います。この時にヨガ行者に何が起きたんでしょうか。アーカーシャにつながったんです。アーカーシャとは一体何か。そうです、アカシックレコードのことです。アカシックレコードというのは宇宙の図書館と言われているこの全宇宙のありとあらゆる情報が記録されている場だと言います。なのでこのアーカーシャにつながることができれば誰でもこの宇宙の過去や未来のことが全てわかるんだと言います。そんな SF みたいなことがありえるんでしょうか。どうもね、ありえるようなんです。このアーカーシャ、アカシックレコードと全く同じような概念が現代科学の最先端の量子物理学ではゼロポイントフィールドとして、ね、提唱されているんです。もう、ね、僕ね偉そうに言いますけども、ようやくね古代からのねヨーガの教えに現代科学が追いついてきたんだなとね僕はね本当に思っています。そこで今回はこのゼロポイントフィールド、アカシックレコードとは一体何なのか、そしてもう、ね、あなたにだけこっそりそんなねアカシックレコードにつながるための古代からのヨーガの教えに伝わるテクニックをもう本当にあなたにだけこっそり紹介します。皆さん、これとんでもないことですよ。現代科学ではこの宇宙に始まりがあったんだ、138億年前に始まったんだということが証明されたのって今から約60年ほど前なんです。ところがですよ、ヨーガ行者たちはねもう5000年前にはすでにこの宇宙に始まりがあったということが分かっていたんですよ。これとんでもないことだと思いませんか。ヨーガの教えに伝わるこの宇宙の始まりはこんな様子だったようです。この宇宙の始まりは生きてるものも死んでるものもいない、あるでもないないでもない、僕たちには全く理解ができないし僕たちには全く認識できないような全ての源、たった一つのブラフマンとしか呼びようのないようなエネルギーが最初だったというんです。そしてね、このブラフマンというものが奈良、水波となり、そしてタパス、大爆発を起こしてこの宇宙が誕生したといいます。それに対して現代科学で証明されている宇宙の始まり、138億年前、この宇宙は時間も空間もなかった。真空だったといいます。その真空が揺らぎ、そしてビッグバンを起こして宇宙が誕生したといいます。これどう思いますか。現代科学で証明されたこの宇宙の誕生の様子と5000年前から伝わっているヨーガの教え、こう同じだと思いませんか。これ単なる偶然なんでしょうかね。僕はねそうは思えないです。もうどう考えてもね、古代からヨーガ行者たちは138億年前のこの宇宙の誕生をありありとこう見たんですよ。どうやって。アーカーシャ、アカシックレコードにつながったからです。ゼロポイントフィールドにつながったからです。このゼロポイントフィールドについては完全に証明されたわけではないので、まだ仮説の段階です。じゃあこのゼロポイントフィールドとは一体何なのか。現代科学でこの宇宙の始まりの様子、138億年前の宇宙というのはもうとんでもなくちっちゃかった。僕たちなんかには決して見ることのできない、僕たちなんかには決して想像することができないぐらいにとんでもなく小さな点だった。これは完全に証明されたことなんです。でそんなね138億年前の宇宙、とんでもなく小さな点、これ量子物理学では量子真空と呼ばれています。これ宇宙の始まりの点です。だからこの量子というのはね、僕たちがよく知っているこの目に見える世界の最小の単位がこれ量子ね。だからこの目に見える物理的な世界を構成している最小単位、とんでもなくちっちゃな点がこの量子ということなんです。だからこの宇宙の始まりは量子真空だった。そしてその量子真空、とんでもない点がですよ、ビッグバン、こう爆発したみたいにブワーッと広がって、そして138億年かけてどん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 広がって、今でもこれは宇宙は広がり続けています。そしてこの僕たちの宇宙が誕生したわけなんです。だからね、この量子真空、真空とはいうものの、この全宇宙のですよ、あらゆるパワーがその点に封印されていたということになります。だこれはまるでね植物の種のようなものですから、これヨーガの教えではね
ビージャ、種子だった、種子って訳されますけどね、宇宙の種ですよ。138億年前宇宙の始まり、これヨガの教えですからね、宇宙の種子ビージャだったというふうに伝わってるわけなんですよ。これも面白いと思いませんか。この量子真空と呼ばれる宇宙の始まりの点、宇宙のスタート地点だから、これがゼロポイントですよね、ゼロポイント、量子真空、宇宙の種の中には当然ね、この全宇宙となるような全宇宙のありとあらゆるパワーが、この宇宙の種、量子真空の中に当然宇宙のパワーが封印されてるわけです、閉じ込められてるわけです。そしてこの宇宙の種の中には、その全宇宙となるような全宇宙のありとあらゆる情報も当然この種の中に封印されているわけですね。でそんなですよ、宇宙の情報が記録されている量子真空、ゼロポイントの場、ゼロポイントのフィールドがゼロポイントフィールドということになります。この宇宙の始まりの点である、宇宙の種である量子真空に絶対に含まれているはずであろう、この全宇宙のあらゆる情報の記録の場、ゼロポイントフィールドとは、この宇宙の過去現在未来のすべての出来事、すべての情報が波動ホログラムとして記録されている場、領域のことを言います。例えばこれは植物の種です。植物の種の中には将来のこのような情報が詰まっています。で例えばこれがバラの花の種だとしたら、将来は絶対にバラの花が咲くような情報が詰まってます。タンポポだったら絶対に将来タンポポになりますよね。そういうことです。で僕たちだと同じです。僕たちの種のようなものというのは受精卵です。でこの受精卵の中に未来のこのようになるような情報が当然記録されています。だから僕だとしたらね、僕は51歳ですから、51年前のこの種の時点で51年後こうなるという情報が記録されていたということです。だからこれはもう悲しいことにね、残念なことに僕は51年前、もうすでにこの時点で僕は絶対にキムタクにはなれない、大谷翔平やアントニオ猪木や高倉健にはなれないということがもう決定している、そんな情報が詰まっているということになります。皆さんだって同じです。そしてね、この受精卵には過去の情報も当然記録されています。だから僕のお父さんだとか僕のお母さんの情報が当然記録されているということになりますよね。それと全く同じように、138億年前の宇宙の種、量子真空の中にね、将来この宇宙がこのようになるんだというようなありとあらゆる情報が当然宇宙の種、量子真空の中にいっぱいびっちり詰まってるわけなんです。そんな情報が記録されている場がゼロポイントフィールドで、138億年前、そんなね、宇宙の種、量子真空がビッグバンによってブワーッとこう広がって、そして今でもどん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 宇宙の種は成長し続けてます。だから宇宙はね、今でもどん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 膨張して広がり続けているんですよ。ということはね、量子真空がブワーッとこう広がる、そしてこの宇宙ができたのと同じように、ゼロポイントフィールドもこの宇宙全体にブワーッと当然広がってるわけなんです。ということはね、僕たちはそんなね、全宇宙のありとあらゆる情報が記録されたこのゼロポイントフィールドに囲まれてるんですよ。僕の周りにもあなたの周りにもゼロポイントフィールドがもういっぱいあるんです。これすごいことだと思いませんか。なのでアインシュタインをはじめとした歴史上の偉大な天才たち、歴史上の偉大な科学者たちや偉大な発明家たちはみんなね、このゼロポイントフィールドから情報を得ていたのではないかと言われています。いや僕もそうだと思いますよ。だってね、この大天才アインシュタインと僕たちの脳の構造や遺伝子の構造全然違いありませんからね。だから僕たち一人一人のね、人間のね、能力なんてそんなに違いないんですよ。なのに決して僕たちなんかでは絶対に考えつくようなないようなことをこの偉大な天才たちは思いつくことができるわけじゃないですか。もうゼロポイントフィールドしかないと思いますよ。皆さんもこのゼロポイントフィールドつながってみたいと思いませんか。いや僕絶対つながってみたいですね。でね、どうもね、ヨーガ行者たちというのはこのゼロポイントフィールドにつながるために修行していたようなんです。だってそもそもこのゼロポイントフィールドと全く同じような教え、全く同じような概念が古代のヨーガの教えにもうすでにあったんですよ。でヨーガの教えに伝わる宇宙の始まり、先ほども紹介した通り、あるでもないないでもない、だから時間も空間もないようなブラフマンとしか言いようのないような、僕たちは認識できないようなエネルギーしかなかった。だからそれはね、
科学では真空だった、時間も空間もない真空だったんだってわけです。ただこの真空、そしてそのね、無でも無でもないような状態、これ無ではないんですよ。何もないわけじゃないですよ。だってこの全宇宙を生み出すようなあらゆるパワーとあらゆる情報を持っていたからなんです。なのでヨーガの教えではね、このブラフマンからまずこの宇宙を生み出すためにアーカーシャがここからブラフマンから出てきたって言うんですよ。ブラフマンから生み出されたって言うんですよ。でこのアーカーシャって何なのかと言ったら、この全宇宙を生み出すための空間ということになります。そしてこのね、全宇宙を生み出すアーカーシャ、空間から風ができて、火ができて、水ができて、そして固まるようなエネルギー、地ができて、この宇宙ができたって言うんですよ。でこの全宇宙のね、この目に見える世界というのは地、水、火、風、空という5つのエネルギーによってできてる。そうだよね。だって僕たちはそうじゃないですか。僕たちの空間、アーカーシャ、そして風、呼吸、火、熱、暖かさ、そして水が流れてます。血液だとか体液だとかね。そしてこの固まるようなエネルギーによって僕たちは目に見える実体を持ってる、肉体や骨が地のエネルギー、当然この地水火風空ね、この地球当然ありますね、大自然の中にもある、もう全てこの地水火風空なんです。ということですよ、このねブラフマンからまずアーカーシャ空ができたんだけど、これ実体がないんですよ。まだスペース空間ですから。だけどこの空間の中にこの地水火風、この宇宙のあらゆるパワー、あらゆる情報が詰まっているんです。わかりますよね。これがアカシックレコードであり、そしてこの科学の世界で言われているゼロポイントフィールドということになるわけなんですよ。考古学などの研究だとか古代のヨーガの経典に記述されていることによれば、少なくとも 5,000 年前からヨーガ行者たちは森の中で瞑想などの修行をし続けることによって、ある時一瞬で全宇宙のありとあらゆる知識を知ることができたといいます。そしてそういうふうにヨーガ行者たちが修行によって得られた全宇宙の知識はベーダと呼ばれています。だからベーダっていうのは直訳は知識という意味なんです。でこれこそがね、僕はね、古代からヨーガ行者たちがゼロポイントフィールドにつながるために修行していた証ではないかと思います。だってね、ヨーガ行者たちというのはそれこそ記録によればですよ、ヨーガ行者たちは当然直感が鋭かったり予言することなんかができたそうなんです。だからこの直感や予言、これはまさしくね、こうゼロポイントフィールドなんですよ。だからね、もう誰でもね、直感だとか予知やひらめき、シンクロニシティ、これ誰でもね、少なからずやっぱりね感じたことあると思うんですよ。こういう経験あると思うんですよ。それはなんでですか。なんでみんなそんな経験をするんですか。ゼロポイントフィールドで説明できると思うんです。じゃあどうやったらね、このゼロポイントフィールドにつながることができるのか。どうもこのゼロポイントフィールドにはですよ、全宇宙のありとあらゆる情報がホログラムとして記録されているようなんです。ということはね、僕たちがこのゼロポイントフィールドにアクセスするためにはイメージが必要なんですよ。イメージが大事なんです。なのでね、ヨーガのテクニックではイメージを使うものがいっぱいあります。例えばヨーガの瞑想、これ上の方はねマンダラです。そして下はヤントラと言います。こういう、わかります？こういうものをね、心の中でありありとイメージするような瞑想方法、もういっぱいあるんですよ。これなんでかわかりますよね。こういうイメージを使わなければアクセスできないような領域、場、フィールドがあるということなんです。ゼロポイントフィールドです。イメージが大切なんです。チャクラは各チャクラにこういうものをねイメージするような瞑想をしてチャクラにアクセスするんですよ。これ何ですか、わかりますよね。これゼロポイントフィールドにアクセスするためですよ。だからヨーガの教えでね、ヨーガのテクニック、イメージってもうめちゃめちゃ大事なんですよ。もうイメージの練習ものすごく大切。そしてね、このチャクラをイメージしたりすることによって、まず僕たちの何にアクセスすることができるかってね、潜在意識なんですよ。潜在意識だ。僕は多分ね、僕たちのこの潜在意識、イメージでなければアクセスできない僕たちの心の領域、潜在意識とゼロポイントフィールド、アカシックレコードはね絶対つながってると思います。普段は感じることのできないこの潜在意識、実は僕たちもねよく感じていることがあります。それなんだかわかりますよね。
寝てる時の夢を見てる時、これ完全に潜在意識です。寝てる時の夢って完全にあれイメージですよね。ホログラムでできてますよね。だからおそらくね、潜在意識、夢の中の僕たちゼロポイントフィールドにつながってるはずなんですよ。だからイメージめちゃめちゃ大切です。じゃあそんなね、イメージどうやったら浮かんでくるか、結構ねイメージって難しいと思いませんか。イメージを浮かばすために、そしてゼロポイントフィールドとつながるために絶対に必要なこと、それは完全なるリラクゼーションです。いいですか、完全なるですよ。完全なるリラクゼーションがゼロポイントフィールドにつながるためには絶対に必要なんです。人間ってね、リラックスする力を抜くってね、意外とできないものなんですよ。何かしらね、力が入ってしまう、何かしらやっぱり緊張が抜けないということはやっぱり誰でもあります。特にですよ、今のこの現代のストレス社会の中で、もう誰でも完全にリラックスするって、これものすごく難しいんです。でヨーガの教えの中に完全にリラックスする知識とテクニックが伝わってます。これ僕はね、本当に現代社会の中でものすごい大切だと思ってます。それは何かというと、マルマです。マルマというのは何かというとね、これ直訳するとね、急所です。でヨーガの教えによればね、僕たちの体にはね、そこを強い刺激で一撃すると死んでしまうようなマルマポイント、急所が107つもあると言います。107つもあるんですよ、このマルマね。でそんな僕たちの体のね、マルマと言われている場所に強い物理的な刺激ではなく、例えばそこに意識を集中するような優しい心の力を集めることによってどうなるか、死にはしません。だけど死んだかのようにどん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 力が抜けていくんですよ。それがねマルマなんですよ。こう本当にね素晴らしいものだと思うんですけど、これ残念なことにね、世の中にはあんまり広まっていません。でね、そんなマルマだとか、そしてイメージを使ってゼロポイントフィールド、アカシックレコード、潜在意識にアクセスしようとするとても素晴らしいテクニックがあります。ヨーガニドラと言います。ヨーガの眠りです。ヨーガについてもかなり詳しく研究していたドイツの神秘思想家ルドルフ・シュタイナーという方がいました。シュタイナーは幼少の頃から霊的な特殊能力を持っていたことによって、あのヒトラーからも恐れられていたそうですよ。でそんなシュタイナー、数々の予言を的中させています。でシュタイナーがそんな未来のこと、予言を的中させることができたのは、当然ゼロポイントフィールド、アカシックレコードにつながることができたからなんだそうです。でシュタイナー、どうやってアカシックレコード、ゼロポイントフィールドにつながることができたのか、シュタイナーは眠りに落ちるときに夢を自分の意思でコントロールしていたんだそうですよ。これまさしくヨーガニドラなんですよ。ヨーガニドラのテクニックなんですよ。でこのヨーガニドラをこれから皆さんにもぜひ体験していただきたいと思います。でこのヨーガニドラをすることによって、これ一回ではそうはなりませんけどね、これ継続してヨーガニドラを練習していくことによって、どのような効果が期待できるのか、これいっぱいあるんですよ。いっぱいある中で今日厳選して3つだけ紹介します。当然これね、直感がビンビンもう冴えまくります。そりゃそうです。そして潜在意識浄化することができます。なぜかというと、このヨーガニドラ、さまざまなイメージを浮かべる練習をします。でヨーガニドラではね、この世の中のもうあらゆることをイメージするんですよ。いいことも悪いことも、ネガティブなこともポジティブなことも、いろんなシチュエーションをイメージすることによって潜在意識浄化することができます。でもヨガではね、過去性があるというふうに、今の人生の前にも過去性いくつもあると言われているんですけども、そんなもう忘れてしまったような過去性の体験したような過去性の軽く、まあ、なんかもさまざまなシチュエーションをねイメージすることによって浄化することができるというふうに言われています。そして何よりもね、もう完全にリラックスすることができるようになります。なぜかと言ったら、さっきのやつです。マルマを使うからですよ、ね、死んでしまうようなポイントに意識を集める練習をすることによって、これはもう本当に効果的にどん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 リラックスすることができます。なのでね、このヨーガニドラを1時間するだけでですよ、1時間のヨーガニドラが 4,5 時間眠ったのと同じような効果があると言われていますからね。
これだから現代のねストレス社会、忙しい社会の中ではね、もうぜひ皆さんにこのヨーガニドラを実習していただきたいと思います。ではヨーガニドラ僕が誘導します。皆さんはただ仰向けに寝っ転がって僕のね声を聞いてるだけでヨーガニドラができます。やりましょうか。ヨーガニドラを誘導する前に一つだけお知らせがあります。今日お伝えしているようなヨーガニドラを、僕の場合はヨーガの経典に基づいたヨーガニドラというものを学んでもらって、そして本格的なロングバージョンのヨーガニドラを体験していただくような講座を開催しますので、興味ある方はぜひご参加ください。詳細は概要欄をご覧ください。こんな感じで仰向けになってください。準備はよろしいでしょうか。足は肩幅ぐらい、腰幅よりも少し広めに広げます。両手はお尻のすぐ横で、手のひらは上向き、手の甲は軽く床に触れています。脇の下にテニスボールが一つ入るぐらいの手の位置です。左の足の裏に集中します。足の裏の向こう側に太陽が輝いていると思ってください。で、足の裏の真ん中に穴が開いていて、息を吸うときに足の裏からその太陽の光や暖かさを吸い込んでいると思ってください。で、息を吐くときは足の裏から太陽の光、太陽の暖かさが広がっていきます。自分の真上に太陽が輝いています。左の膝に意識を集中。先ほどと同じように息を吸うとき膝で太陽のエネルギーを吸い込んでいると思ってください。息を吐くときは太陽のエネルギーが膝から広がっていくのを感じます。左足の付け根、太ももの付け根に意識を集中。同じように吸うときは太陽のエネルギーを吸い込んでると思って、で、息を吐くとき暖かさが広がります。右の足の裏に意識を集中。足の裏で吸って、足の裏で吐きます。暖かさを吸い込んで吐くときに広がっていく。右の膝に意識を集中。膝で暖かさを吸い込む。吐くときに暖かさが広がります。右足、足の付け根、太ももの付け根に集中。吸うときに暖かさを吸い込む。吐く息で暖かさを広げる。じゃあ次は同じようにね、左の手のひらに意識を集中。手のひらの真ん中に穴が開いてると思ってください。息を吸うとき太陽のエネルギーを吸い込んで、
描くときに温かさ、輝きが広がります。左の肘に意識を集中。同じように吸うときに温かさ、輝きを吸い込んで、吐くときに広がるのを感じます。次は左の肩です。同じように右の手のひらに集中。手のひらで温かさを吸い込んだり、吐く息で温かさを広げてみます。右の肘、同じように右の肩、さあ、あなたは今暖かい砂浜の上に寝っ転がっています。暖かくて柔らかい砂浜です。体の床と触れている部分でその砂浜の暖かさを感じます。暖かさと心地よさを感じてます。おへその裏側に集中。そのへその裏側で砂浜の暖かさを感じてます。そして息を吸うとき、へその裏側で暖かさを吸い込んでると思ってください。で、息を吐くとき、へその後ろから暖かさが広がります。胸の裏側に集中。胸の真ん中の裏側です。で、同じように息を吸うとき、砂浜の暖かさを吸い込んで、吐くときに暖かさを広げてみます。首の後ろに集中。首の後ろで砂浜の暖かさを感じます。吸うとき、砂浜の暖かさを吸い込んでみて、吐く息で広げてみる。じゃあ改めてまた自分の真上に太陽が輝いているのを感じます。へその下、下腹部、丹田に意識を集中。丹田に太陽の光が当たっています。暖かさと輝きを感じています。で、息を吸うときにその丹田で太陽のエネルギーを吸い込んでると思って、吐くときに
温かさ、輝きを広げる。へそと溝落ちの間です。太陽神経層に意識を集中。へそと溝落ちのちょうど間です。で、その太陽神経層で息を吸って、吐くとき温かさが広がります。同じように胸の真ん中に集中。胸の真ん中で呼吸をしていると思ってください。同じように喉に集中です。喉でを感じます。息を吐くときにエネルギーが広がっていく、温かさと輝きが広がっていく。同じように眉間に集中。さあ、イメージしてください。あなたの体がどんどん重たくなっていきます。体中のすべての部分が重たくなります。重たくなります。重たくなります。どん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 重たくなって、体中のすべてが地面に沈んでいきます。今度はあなたの体がどんどん軽くなっていきます。体中のすべてが軽くなっていきます。軽くなっていきます。軽くなっていきます。あなたの体が軽くなって床から浮き上がっているのを感じます。どんどん浮き上がって天井のそばを漂っています。さあ、あなたは今、真冬の吹雪の雪の上を裸足で歩いています。足の裏がとても冷たいです。猛吹雪。冷たい雪と風であなたの体中が凍るようにとても冷たいです。あなたは今真夏の暑い灼熱の太陽の下で暑い砂浜の上を歩いています。足の裏がものすごく熱いです。全身から汗が噴き出て全身がとても熱いです。では
図形をイメージしてください。上向きの正三角形です。今度は下向きの正三角形をイメージします。ではまた上向きの正三角形をイメージします。その上向きの三角形をイメージしたままで、さらに下向きの三角形を重ねてみます。あなたは今2つの三角形が重なってできている六芒星を見つめています。では眉間を見つめます。眉間の前方、眉間の前の方に広がる無限の空間を見つめています。この空間はチダーカーシャ、あなたの意識の中にあるアカシックレコードです。その空間にかすかに見える光や形や点、それを見つめ続けます。どんなにかすかに見えるものでも構いません。今あなたが見ている何かに集中し続けましょう。
深く呼吸します。意識を体に戻していきます。両手両足に少しずつ力を入れていきます。周りにぶつかるものがないのを確認しながら、両手を頭の上の方に伸ばして大きく伸びをします。これでヨーガニドラーの実習を終わります。準備が整ったら、ご自分の好きなタイミングでゆっくりと起き上がってください。シャンティ。